猿渡投手です。こちらです。3000メーター走ぶっちぎりでした。あれぐらいしか1位になれるところないんでね。頑張っちゃった。はい、頑張っちゃった。でさっきブルペン受けさせてもらいましたけど、はい、仕上がってるね。そうですね、もう目標ちゃんと151キロってあるんで、それに向かって出た。はい、なんか今年は151を目指す。そうです、宣言したそうですね。はい、そうです。まあマックスは150なんですけど、うん、まあその時っていうのを、まあ、目指しながらも、まあ、新しい自分を作っていけたらいいなと思ってます。そう、もうね、あのちょっとね出会いがね古いというか6年7年前やね。そうです。でその時あれいくつ、21か2ぐらいですね。で、はい、あの時、大阪ガスは猿渡投手と小畑投手の2枚看板でで2人いて ね、はい、ね、でもあの2人ともめっちゃ球速くて、まだ覚えてるよ、めっちゃ球速くて、でもうめっちゃ腕ちぎるぐらい投げてあ大阪ガスってこういうピッチャーが好きなんだなという印象で、で2人をこう競うようにあの時ね、はい、投げてて、でしかも2人ともあのちょっと似てて、ちょっと似てて、こう1球もう腕がくりぐり投げて、で小畑投手もちょっと下げてサイドするわけですけど、投げてでちょっとこうキャッチャーのにじり寄ってこうやってボール取って、でもう1回戻って、でまたこう回ってまっすぐ投げるっていうね。そうです、ね、という6年前の話があってでじゃあその後にほらちょっとモデルチェンジして、ね、ちょっとカットボールツースイム系を覚えて、はい、で日本選手権でノーヒットノーランでしょ、はい、でそれで一つ結果残したじゃないですか、はい、まあ、それはまあそれ で、はい、まあ、その時良かったんですけど、まあ、僕のその長所は何かって言ったらやっぱ真っすぐかなっていうので、まあ、今までやってきたことがその悪かったっていうのじゃなくて、まあ、もう一回それを磨きつつ、うん、まあ、新しい自分を完成させていこうかなと、うん、はい、これねよっぽどね去年の選手権の2回戦が悔しかったんだよ。投げてないです。投げてない選手権投げ飛ばしなかった。してないです。あ、そうかとか、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そうです。はい、ということで151も目指しながら、はい、はい、まあ、それかつ、まあ、勝てるピッチャー、うん、そうですね、うん、まあもう9年目なんで、9年目なんだ。9年目行ってしまいました。そうなんだ。まあ、いろんなところで、まあ、周り見てると思うんで、まあ、見本、ね、猿渡り見本にって言ってもらえたらいいなって思います。でなんか今年はほらプライベートでも、はい、結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、そういう意味ではまたほら結果を一つ出さないといけない、ね、はい、やっぱ環境変わるんで、まあ、それを自分の成長につなげていきたいなと、はい、はい、思います。はい、ということだそうです。はい、2020年もスーパーモンキー、はい、猿渡り投手に、そうです、よろしくお願いします。期待してください。はい、ありがとうございます。はい、ということで最後に左手でジャバステ一緒にやろうよ、一緒に、はい、一緒に、一緒に、ということで猿渡り投手と、せーの、ジャバステ。